ホンダモーターサイクルの頂点、そして世界中の多くのファンと共に旅するゴールドウィングには、熊本ホンダの手仕事の技とこだわりが詰まっている。その部品の数11,000個、そのパーツ数は他のバイクのおよそ4倍。だがゴールドウィングの凄さはこの圧倒的な部品数だけではない。エンジンは専用ラインで組み立てられる。ゴールドウィングのエンジンだけを担当する経験豊かな専門のスタッフが匠の腕で精度を極める。GLは特殊なエンジンです。組み立ての時5面左右前後上からのアクセスになります。特殊なラインをしないと部品の組み付け精度が上がりません。GL を組む人たちはエンジン組み立ての中でも特に腕のいいエキスパートの人たちがラインに入っています。こうして丁寧に高い精度で組み立てられたエンジンはレーザー刻印によりナンバーリングされる。このレーザー刻印はゴールドウィングから採用された。さらにパニアケース、専門スタッフによる丁寧な手作業、そして安心安定した走りのためにタイロット調整はプラスマイナス 0.5 ミリ以内。そのために専用工具を開発し、組み付けた後の微調整が可能に。高次元の直進安定性を実現。さらに搭載されるホンダ独自の DCT、 その動作確認も温度と湿度が管理された専用の部屋で一台一台丁寧に全ての DCT をテスト。二輪の DCT というのはホンダにしかない技術です。それを実現するための、作り、それから、検査、高いハードルを設けて、それを日々守り続ける生産をしています。ホンダの頂点ゴールドウィング、モーターサイクルの王者、その風格の裏には熊本ホンダの匠の技が凝縮されている。ゴールドウィングは絶対の安心感と信頼性があり、そして絶えず最先端の技術が投入された車両です。そんなゴールドウィングを作り続けることができるのは熊本で製作所だけだと私は思っています。どの国でもどんな道でも王者であり続けるために、ホンダに伝わる魂、良品に国境なし。メイドイン熊本、熊本製作所。